あ、もしもし、浜野です。あ、もしもし。もしもし。あ、どうも。あの、前に話した母ですけど。のお母さん、久しぶりです。あの、私の、あの、こないだ話したの、息子と私のこと、動画に載せてますよね。動画に、あ、載せてますよ。なんで載せてるんですか、あれ。なんで載せてるんですかって、まあ、こういうことがね、僕の身近に起きたよっていうことで、僕のリスナーさんに見せるために載せました。あ、やめてもらっていいですか、そういうの。やめるとは。あの、消していただきたいんですけど。あ、消してほしいんですか。あ、でも僕、あの、消す気ないっす。だって私の許可とかしてないですよね、そういうの。いいんですか。まあ、お母さんの許可は別に得てないですけど、僕は声変えてるんで、そういう風に言われるのが嫌だったんで声も変えてるんで。いや、私にもプライバシーがありますんで、あの、そういうの、著作権侵害ですよ、本当に。いや、もちろん、あの、お母さんにも、あの、プライバシーあると思うんですけど、まあ、声も変えてますし、著作権がどうか知らないですけど、僕もあの、ちょっと詳しくないんで、ちゃんと僕もちゃんとしっかりやってると思いますけどね、そこら辺は。いや、わかりますよ。私、見ましたもん、それ。わかりましたよ。いや、それだから、自分が見ると、これ私だっていうのわかる。まあ、第三者、他の人が見たら、これ誰々んちの子供だ、誰々のお母さんだっていうのわかんないでしょ。いや、そうかもしれないですけど、私、わかりますもん。だから消してください。だから消さないですよって言ってるじゃないですか。もう何時だと思ってんですか、今。夜中の3時ですよ。もう眠いんですけど、僕。え、時間なんて関係ないんですけど。いや、関係ありますよ。眠いですからね。いや、あなただけじゃないですからね、それは。眠くないですか。いや、今そういう話じゃないんです。あの、動画を消してください。消さないですって言ってんじゃないですか。え、なんで消してくれないんですか。もう私たちそんなんじゃ生きていけないんですけど。僕はこれが生き様なんで、 YouTube に動画を投稿するのが。私たちを苦しめたいってことですか。いや、そんなことは誰も言ってないじゃないですか、そんなこと。だって、ああいう風に動画に残ってどうするんですか。私たち母子家庭ですけど、もう無理ですよ、こんなの。生きていけません、恥ずかしくて。いや、だから、誰か来たんですか、家に。お母さんの家に。え、誰も来てないですけど。っていうことは、別に恥ずかしくてって言ってるけど、自分がそれ見て恥ずかしいと思ってるだけで、誰もあなたのことを、これあなただって思ってないですから、分かってないですから、まだ。いや、みんなに締め晒されて、恥ずかしいですよ、本当。だから恥ずかしいですよ。恥ずかしいと思いますけど、どこどこの誰々だっていうのは見ても分からないじゃないですかって言ってるんですけど、理解できます？いや、もう私たちに死ねって言ってんの、本当に。苦しめたいってことよね。だ、死ねなんて言ってないじゃん。誰が言ったんですか、幻聴。いや、言ってるじゃないですか。動画見ましたけど、あの、コメント欄とか、もうみんな、あそこにみんな悪口書いて、私と息子のこととか。だ、それ、あの、コメント欄のことでしょうよ。僕言ってないですし、そんななんか死ねなんて書いてないと思うんですけどね。いや、もともとあなたがああいう風に動画にしなかったら、ああいうコメント欄もなかったじゃないですか。もう私たち生きていけません。どうするんですか、じゃあ。いや、どうするんですかじゃないですよね。消してくださいって言ってるの。いや、だから僕は消さないですけど、じゃあ生きていけないんだったらどうするんですか。もう死にます、息子と二人で。息子さんも巻き添えにするんですか、お母さん。だってどうするんですか、私だけ。息子の子ってかわいそうじゃないですか。いやいや、息子さんが逆にね、そんなお母さんの都合で殺されたらかわいそうでしょ。まあ、今回の件は息子さんがね、第一に行けないと思うんですけど、リアルで特定して殺してやるぞなんて言っててね、別に死ぬ必要ないんじゃないですか。え、前の件はもう謝りましたよね。終わりましたよ、それ。だから終わったことですけど、だから、その息子さんと二人で死ぬ必要ないんじゃないですかって言ってるんですよ。もう死にます。だから、その必要ないんじゃないのって言ってるんですよ。息子さん可愛くないんですか。それは可愛いに決まってるじゃないですか。じゃあ死ななくていいんじゃないですか、二人で。いや、あなたが消さないってことは、私たちに死ねって言ってるようなもんですよね。もう生きていけないって言ってるじゃないですか。ね、同じ話するのも、もう正直めんどくさいんですよ。だから、もう時間もうね、夜中なんで。僕もあんま喋りたくないんですよ。なんで夜中なんですか。いや、私も仕事ですから、母子家庭なんです。誰も支えてくれませんから、私がやるしかないんですよ。ああ、そうなんですね。でも消さないっす。はい、働いてください。じゃあ、もう、あの、弁護士さん知り合いいますんで、訴えますから、相談させていただきます。マジっすか。何を訴えんすか。だって私もプライバ
私ありますからこの動画を消してくださいって言ったのに勝手に上げてるじゃないですか。あ、それで何、プライバシーの侵害っていうことで僕のことを訴えるってことですか。そうです。じゃあ訴えてください。何ですかその態度、舐めてますよね。舐めてます。舐めてますじゃないでしょ。いや、すいません、ちょっと眠いんですよね。あの、ちゃんとしてもらえますか。ちゃんとした話なんですこれ。いや、わかりました。じゃあ僕も動画もう消さないんで、あの、弁護士さんに何なり相談してください。で、そこでね、お話すればいいんじゃないですか。あの、バカにしてませんか私たちのこと。いや、かなりしてますよ。だってリアルでね、特定して殺してやるぞなんていうねこと言っていた息子さんの家庭で母子家庭アピールしてくるお母さんでしょ。それバカにしますわ。あの、私たちの苦しみって本当分かってくれないですよね。もう本当いいです。あの、弁護士さん相談しますから。はい、わかりました。さよなら。さよなら。いつ訴えるんですか。いや、それは相談しますんで。ああ、要相談ってことですね。わかりました。じゃあ、なんか分かったらまた連絡くださいよ。もう、あの、今さら遅いですから。もう知りませんよ。はーい、じゃあお仕事頑張ってください、母子家庭さん。はい、失礼します。はーい。完全に怖いんだか。え、何お前、誰、お前喋ってんの。おい、お前か、お前か、お前だな。特定が何だって？おいおい、クソガキ、特定が何だよ。はい、さよなら。いや、もうかかってきたんだけど、死んだけど、お前。いや、うるせえ、うるせえ。うるさいんだけど、君。いや、全然聞こえないからね、言っとくけど。なんて言ってんの。おい、なんつってんだよ。お前さ、どうせやるまで飲むじゃん。出して。はい。じゃ、何、なんて言ったの今。もう一回、もう一回教えて。リピート、リピート。そっちじゃねえけどな、そっちじゃねえけどな、今言ったのは。いや、なんか動きすら止まってんの。動きすら止まってんだが。いや、マジキメ。おい、なんだお前、なんか言いたいことあんのか。なんかお前、俺のこと知ってたのか。アカウント、それがいい。何言ってるか分かんないんだけど。それなんて言ってんのお前、てキモくない。え、何、君俺のこと特定したの。ねえ、何する気ですか、僕のこと特定して。怖いんだけど。俺のこと殺すのか。殺すって言ってたし、なんか動かないし、もうランク5っていうのがうさんくせんだよお前。おいおい、何にも喋んなくなったんだか。